目を見開き、力強く腕を振り上げる天部像。河津町八つの名前寺には薬師如来を中心に26体の仏像や神像が伝えられ、現在は河津平安の仏像展示館で公開されています。本像は2体1対の天部像で、かつては二王や二天像と考えられてきました。調査が進むうち、名前寺に残された仏像の断片から天部像と同じような腕が発見され、本像は四天王のうちの2体である可能性が出てきました。茅の一木造りで、良寛と的確な体の動きを表現した造形から9世紀に作られた像と考えられます。名前寺仏像群が作られた背景には、当時伊豆諸島で活発化していた噴火活動が想定され、その鎮静化を祈って多くの仏像が作られた可能性があります。長年の調査の積み重ねから新知見が得られた仏像です。